三代目 JSOUL BROTHERS がレコード大賞を取ったことで、またマスコミが三代目を取り上げ始めた一方で、悪い記事も目立ち始めてきました。その中でも一番ひどかったのが、今市隆二の声が出なくなってきている。口パクにしろ、目障りだ、なんていう記事さえもありました。そんな中、三代目ファンがあったけーと思ったエピソードがあるので、紹介したいと思います。三代目がレコード大賞を取って、いろいろ記事見たけど、今市隆二の声のこと悪く言いすぎ。調子が悪くても歌ってるのに。めっちゃファンなわけじゃないからわかんないけど、頑張ってる姿はほんとかっこいい。隆二大丈夫かな？下手とか勝手に語んな。隆二の歌声が好きやねん。オミもめっちゃカバーしてほんまにいいグループって思う。隆二声早く直してね。いまいち好きだ。隆二声の調子が良くない時でも一生懸命歌ってくれて、笑ってくれてありがとう。どんなに声が出なくても隆二は隆二です。三代目のボーカルの今市隆二です。隆二の声は最高の歌声です。今日もその歌声でたくさんの人が涙し、隆二の涙に涙した。隆二本当にすごいと思う。声が出ないって自分でもわかってて、それでも口パクじゃなく、地声で歌って、批判を受けるの承知で歌って、それでも今市隆二をやり遂げたことが本当にすごいと思った。今市隆二、本当にすごい人です。今市くんの辛そうな顔が頭から離れない。絶対自分の思い通りに声出なくてすっごい悔しがってると思うし、一番辛いと思う。でも、それでも今市くんは歌い続けるんだよね。この声が枯れるまで歌い続けます。これ、ガチなんだなって本当に改めて感じました。ゆっくり休んでね。三代目、今市、今年声出にくくなったりとか、多分本人が一番辛かったと勝手に思ってたから、今市が泣いてるの見て泣いた。三代目おめでとう。今市くん、声出にくい中で本当に頑張った。おみさんは安定のかっこよさ、みんな大好きです。動画を最後まで見ていただき、ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。